国際協力キャリアコーチ田中太一の世界を舞台に働こう。この番組は一歩ラボ合同会社の提供でお送りします。アジアやアフリカの10カ国以上で学校建設や教育支援に関わってきた国際協力キャリアコーチの田中です。この番組では国際協力に関するお話のほか、海外で働くことの楽しさ、英語学習のお悩みなどにお答えしています。将来は海外で働いてみたい、開発途上国の発展に貢献したい、そう願う高校生、大学生、社会人の方々に向けて発信していきます。こんにちは、国際協力キャリアコーチの田中です。今回もインド出張に行った時に感じたことについて話をしていきたいと思います。今日はインドのビハール州の教育環境について、 Story about educational environment in Bihar state in India という話をしたいと思います。今回出張で行って、かつ、私の会社として支援している青空スクールがあるのはインドの東側にあるビハール州というところになります。で、このビハール州は、以前もお話ししました、ブッダガヤという仏教の聖地があったりするので、結構観光客は来るような場所だったりするんですけど、ただもともとビハール州は、まあ、農業がメイン産業だったり、あと内陸の州だったりするので、なかなか経済発展がしてこなかった場所なんですよね。で、それもありまして、ビハール州貧困率が高いです。まあ、そんな特徴のある州についてちょっとお話ししていきたいと思うんですけれども、今回ね、そのビハール州の青空スクールというところに3日間4日間ぐらいですかね、連続して訪問させてもらったんですけど、まあ、滞在しているホテルからその青空スクールまで、まあ、徒歩で15分ぐらい、20分もあれば着くような距離感だったので、まあ歩いて通ってたんですよね。天気も良かったんで、まあ、気持ちもいいし歩こうっていうことで歩いてたんですけど、まあ、でもそのね、15分ぐらい歩く中でもう何人あったんだろうかっていうぐらい、まあ、子供なんですよ。右向いたら子供、左向いたら子供みたいな、もう日本じゃ考えられないぐらい子供がいるんですけど、ちょっと調べてみると、今インドの人口14億なんぼいますが、だいたい全人口の約 25% ぐらいはもう子供らしいんですよ。4人に1人子供ってすごいですよ。だからそれぐらい、まあ、子供多いんですけど、まあ、僕らが出たのが平日の9時半とかだったりするんですけど、まあ、通常だったらインドでもその時間は学校の時間らしいんですよね。でもその時間でさえ道端でなんか遊んでる女の子たちがいたり、男の子同士はなんか遊んでるようなメンバーがいたり、まあ、つまり学校に行っていない子供が道中にたくさんいたんですよ。で、それはつまり学校に行かない、行けないっていう状況にあるんですけど、なぜそういった子供が学校に行っていないのかっていう理由が、一つはやはり貧困があるそうです。で、青空スクールがある場所は、青空スクール自体も全額寄付金で賄われている学校なので、州の学校ではないんですよね。で、かつ公的なサポートも一切なくて、まあ、全て寄付金で賄われている学校なんですけど、キャパ的には、建物のキャパ的にはだいたい100人ぐらいがマックスっていう風に聞きました。で、今のところもう100人の登録されているので、もう受け入れができない状況なんですけど、そこの青空スクールに通う子どもたちもだいたい半径1キロぐらいの子どもが通ってるみたいなんですよね。だからそのエリアしか、まあ、カバーできないんですけど、じゃあいざ1キロ離れたところに他の学校があるかっていうと、ないんですよ。だからもう子供は学校に行きたくても行ける学校がなくて、で、州の学校まで行くとしても、まあ、距離があったりとかで行けないとか、あと貧困の家庭だとすると学費が払えない、制服買えないとかっていう理由で、まあ、学校に行ってない子供が、まあ、たくさんいるんですよね。で、そういうこともありまして、ちょっと調べてみたところ、このビハール州なんですけど、2020年度時点の成人の識字率が、男性が約 78%、女性が約 57%、全体では約 68% ということで、だいたい10人に7人弱ぐらいの人しか、
文字が書けたり計算できたりしない、残り3人ぐらいは計算とか文字書けたりできないんですよね。これはもうインドの全州の中ではもう最下位ということでした。で、この教育環境が整備されてないインフラ状況っていうのは本当にもう解決しないといけない問題で、なぜかというと、まあ、この青空スクールにね何回か行かせてもらうときに、まあ、そこのスクールに通う子どもたちの家庭も決して裕福ではないと、例えばその子どもの家庭の年収、年の所得、年間所得どれくらいなんですかって聞いてみたら、日本円で換算すると大体年に約20万、それぐらいの所得らしいんですよね。で、インドの国全体の平均が大体今300万ぐらいっていう風になってるそうなので、まあ、その平均から比べても大体15分の1。だから、まあ月20万で、やっぱそんな生活費とかもね、やっぱかかりますから、どうしても。教育にお金が回せるっていうのは、なかなか難しいというのが、まあ改めてわかりまして。ただ教育って受けるべき年齢ってもう決まってるじゃないですか。初等教育なら小学校の6年間、日本で言ったら6年間ですけど、初等、中等、日本で言ったら小学校、中学校、これも義務教育で定められてますからね。その間に教育を受けてやっと社会に出られるみたいな、まあ、基礎を固める時間ってやっぱ子供のその限られた時間しかないと思うんですけど、そこを逃してしまってる子供がまだビハール州はめちゃめちゃいるんですよね。だからやっぱ貧困の家庭出身の子はなかなか貧困から抜け出せないっていう状況を改めて目の当たりにしました。あ、田村 D。 政治の動きや家庭での都合と生徒側ではコントロールできない教育という問題に対して、一歩ロマさんのような会社の事業活動が大きく貢献しているんだなと強く思いました。ありがとうございます。今回ね、その僕ら会社としては青空スクールに通う子ども100人に毎年ノートとか筆記用具を提供してるんですけど、厳密にはこの青空スクールの運営する学校に資金を提供して、そのお金を使って現地のお店で買ってもらって子供に渡してもらってるんですけど、やっぱそういったものがないと勉強できないって今回改めて言われましたね。で、子供の教育環境をどんどん整備していこうとなった時には、やはり行政とか動きは待てないと、とてもじゃないけどそんなもの期待してられないって言ってました。多分行政もね、まあ、わかんない。どれぐらいちゃんと仕事してるかわからないですけど、手回ってないでしょうね、きっと。あんだけ子供いて、子供溢れてて、あの子供すべてを受け入れられる学校作るって多分相当難しいと思いますね。だからそう、今学校に行けてる子供と行けない子供でだいぶギャップできてるなと思います。あ、田村 D。一歩ラボさんで今後インドや世界の国への教育の分野で達成したい目標等はありますか？成人識字率アップや高等教育への進学率アップと。これはですね、まあ、一歩ラボは創業した時からあらゆる子供に学ぶ道具をっていうこともキャッチコピーとして使ってるんですけれども、つまり自分の勉強道具がなくて勉強できない子供を減らすっていうことを意識してます。それもあって青空スクールの子供にも、まあ、ノートとか筆記用具とか提供してるんですけれども、まだまだ世界には自分だけの勉強道具が持ててないっていう子供は多いんですよね。で、まず直近で実現したいことは、ぜひここでも活動してくれませんかと言ってもらっている場所が実はありまして、アジアで一つ、アフリカで一つあるんですけど、まずはそこに広げていくっていうことをしたいと思ってます。で、その活動を少しずつ広げていくと、数は少しずつ少しずつ積み上げていくっていう規模感になってしまいますが、インドだけではなくて、アジア、アフリカ、他のプラス2カ国でも教育支援できるかなと思ってますので、そこを実現したいと思ってます。そこから先はどんどん広げていくイメージですよね。アジア、アフリカで勉強道具ない子供に勉強道具を届けたいと。その時には他の NPO さんとか NGO さんのことも連携しないといけないと思ってるので、これまで作ってきた人脈を生かして活動規模を広げていきたいと思ってます。なんとか実現したいですね、ここは。はい、ということで今回は訪問したインドビハール州の教育環境についてお話ししました。それでは